皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、世界遺産のコーナーです。現在は、イタリアの文化遺産を紹介しております。その中でも、今回は、コネリアーノとバルドビアーデネ。 のプロセッコ栽培平料群ということだそうです。はい。二箇所の栽培の丘。プロセッコとは、えー、その二つの地域でしか取れない、えー、品種で作られたスパークリングワインだそうです。早速、写真で見てみましょう。いやー、いい風景ですね。 いい風景ですね。あ、確かに丘になってる。はいはい。丘に、あ、こんなどうですか。えー、丘になってる、丘になってる。あ、建物もいいですね。あ、航空写真だとこんな感じになるんですね。へえ、いいですね。いいですね。栽培するの大変でしょうね。<laughs> あ、こうやって作られるわけですね。はいはいはい、はい。 ああいいないいですねはいね。商品、商品になってる。はい。売られている。はい。へ、えー、おぉ、付いてるところがある。はい、えー。この2つの地域だけなんですよね。はい。今、地図。 地図、プロセッコだけが出ましたね。そうですね。しかもイタリアのどこかも分かりませんね。じゃあちょっと、この辺からはあの、地図が出てくるまで早回しでいきます。皆様、この画像についていくと、頭が良くなりますよ。ぜひ。 勝手な冗談を言ってはいけない勝手な冗談をおおおおおー違いますねごめんなさいあもう終わりましたかえー、終わりましたじゃあちょっと地図出しましょうか最後の手段ですね はい。ちょっとわかりませんね。ちょっとわからないっすね。この検索の仕方じゃ。はい。もう、これに合うの。はい。これに合うので。はい。地図、地図、地図。はい。地図。これに合うの。ここにあります。はい。はい。でかくしてみましょう。でかくしてみましょう。おえ なるほど。ベネツィアの北ですね。はい。わかりました。これにあのについてはわかりました。じゃあ、残りもう一つ。はい。はい。バルドピアーデネは、はい。あ、近い。近、近いですね。 近いですね。今近かったですね。ほらほらほら。コネリアーノとパルドビャデネ。はい。近いですね。はい。ということで、こんな場所にあります。はい。えー、画面戻します。はい。プロセンコ、一度お飲みになってはいかがでしょうか。まあ、私は、 飲んでないのにそんなこと言ってますけどはい <laughs> 私やっぱりシャンパンとあとカバが好きなんですよね二次二次発酵してる、はい、やつがスプマンではね二次発酵してないんでねはいということでえー、イタリアの文化遺産まだまだ続きますお楽しみにそれでは今回の配信は以上となりますまた次の配信または別の配信でお会いしましょう さようなら。